師匠、はい、ちょっとお尋ねしたいんですけど。何ですか？結局どっちだったんですか？何が？だって今日あれが合ってるでしょ。あ、債権者集会それで。どっちとは何がどっちなの？姫が来られたかどうかですよ。そんなもん後編に決まっとるやないか。もうこの始まる債権者集会始まる前にこうやって債権者集会の様子を知りたいし質問をしたいのですが、1年以上前に執拗に嫌がらせや脅迫を受けてデマをばらまいてネットリンチを扇動する立花氏らと直接会うことが不健康で不毛に感じるので、特段の必要がない限りは裁判と同様に代理人弁護士に任せました。全ての情報は共有しているので何も問題はありません。いや、お前に問題はなくてもよ。債権者には問題があるねっていう表面。弟子もそう思った。思ったやろ。弟子でもそう思ったやろ。弟子もそう思った。いや、お前が問題あるないはどうでもいいねんけ。で、債権者集会の様子を知りたいしはまあええとしてさ、質問をしたいのですが、で、いや、お前はされる側や。なあ、わかるか。お前が何を質問するねん。誰に何を質問するねん。される側、当事者意識。当事者意識で知ってますか？あなた、大津さん、何を言ってるんですか？ミルコ先生出てるよ、今頃。お前は何を言ってるんだ？あ、ミルコ先生！もう、それ、なんか、立ち読んで、手締めで知れって、直接会うことが不健康で不毛に感じる。それお前の都合。なあ、それ、手締めで先生、怖いよ怖いよ、インターポール助けてはいいけどよ。うん。お前の都合やろ、それ。そんな理由でな。こうへんとかな。ないの。え、まあ、それは不健康って何しよう。知らんよ。お前の健康なんか知るか。じゃあ、債権者の健康はどうなんだよ。債権者の心の健康はどうなんだよ、お前は。お前の健康などどうでもよい。ほんまに。この際、別に何もなかったらお前の健康もまあ大事やねと思うけど、うんうん、この局面でお前の健康などどうでもよい。うん、な、何言っとんねん、お前。それでさ、はい、そんなことじゃないねん、はい、もう来るこうへんとかな、うん、まあ、そんな分かってたやん。弟子も分かってたやろ。まあなんとなく、ね、こうへんことぐらい、うん、来たら奇跡ぐらいに思われてたけど、うん、そんなことじゃないねんか。うん、うん、面白かってん。何がですか？もう面白い。今めちゃめちゃ面白いんだね、これ。何？この大津彩香問題、うん、まあ、大津彩香問題と言わせてもらおう、あえて、うんうん、後々にそう言われると思うねん。大津彩香の変っていう、まあ、令和の大津、令和の大津事件とも言われてるけど、まあ、なんか、まあ、大津彩香の変よ。大津彩香事件、大津事件よ。令和の大津事件な。これがな、今までが、まあ、俺ら最近参入させてもらった新参者やけど、フェーズ1やったとして、麻雀でいうところのトン1曲やったとして、ついにフェーズ2になったんや。どういうことかって言うとな、はい、大津彩香さんが、極悪人であることが判明したんだよ。やっぱり極悪人だったんだよ。やっぱり俺が最初に、あの一番最初の動画で、大津彩香さんっていう日本で一番嫌われてる女がいましたねって言って、うん、で、どういう人ですかって、弟子が聞いてきたらさ、うん、俺が極悪人って答えて、うん、もう旭川のあいつぐらいの極悪人って言ったよ、うんうんうん、正解でした。もう俺の言う、もう俺の直感は当たるな。直感は当たるとか、人を見る目があるなと思ったわ。だってですね、うん、師匠、うん、あの時あの動画を出した時は師匠は9も持ってなかったじゃないですか、うん、9すらも10球にすらなってなかったよ、ね、綾上に関してはな。すごい師匠、うん、それなのにもう見抜いてたって。だからその綾上を持ってるかどうかというか、人の道としてさ、うん、あ、こいつは極悪人やなっていうのは分かるわけよ。うん、なんかそんなことに、なんか騙されへんから俺、そんなもん、うん、ああこいつはやばい。特に女性の場合分かりやすいね、俺の場合。なんでか言ったらね、いろいろ女性にひどい目に遭わせられたからですよ。人生の中で弟子は知ってると思いますけど、その一部を動画にして公開したりしているので、それを見てくださいね。興味がある人は。いろんな女性にひどい目に遭ったから、女を見る目は割とついてる方だから、やべえ女、まあ、やべえ男も分からんこともないけど、特に女性の場合、やべえやつ、しかも女性の場合、いわゆるやべえ女の場合は、パッと見で分かったりするんですよ。ね、それ騙されるね、あやてこう
どもはね、コロッと多分そう、経験がないのかな。だからさ、女性にさ、女性とあんまり交流持つ機会がなかったんか知らんけどさ、ちょっと見て、なんか美人っぽくていい人って思っちゃうんかな。そんなもんな、美人っぽくて悪い女なんていっぱいいるんやぞ、今まで世の中にも。世の中いっぱいあるんやぞ、そんなもん。ひどい目に遭わされたことないやろ、お前ら。ほんで、なんかちょっといいかねえ思ったら、なんかすぐ惚れてしまうんか。それがやてこじいか。スタンプカードとか持ってたりすんのか、お前ら、ほんまに。こんなことやから騙さない。ほんなら、ひどい目に遭ってたらな、ああ、こいつはダメだっていうのがわかるわけ。特に斉藤議員との会談、ズーム会談、あんなん見たらわかんねえ。こいつはもう絶対あかんわで。もう過去の経験からあかんの。だから、あやて子はウブか。言うてみたら、女慣れしてないウブか。もうなんか、まあ、仮に結婚とかしてたとしても、もう嫁さん一筋やったのか。今まで。もう嫁さんとしかもうなんかそういう感じになったことないのか。そういう地位ばっかりだから、コロッと騙されて、大津さんは素晴らしいんだとか言っちゃうのか。お前らさ。人生の一応、まあ、俺より年上やったとしたらさ、じいどもよ、もう俺より年上やったとしたら、まあ、人生の一応先輩と言うたるけどな、人生の先輩のくせに女のことはからっきしか、お前ら。だからこんなことになんねん。告白人かどうかもな、見抜けんとな、いいねんかよくてん、よくてん、はっはっ言ってな、ああやってことか言われたりすんねん。今日ついに、記者会見、公の場で、立花隆さんが、ああやってこう言うとったかな、はい、あ、本当についに言うとったかな、公の場。ついに会見会場大爆笑やったわ。会見で使われちゃった。ついでに俺も大爆笑やったけどよ。それはええねんけどさ。そんなことやから、ああやってこう言われねえぞ。まあ、こんな、なあ、極悪人丸出しの女に騙されやがって。で、今もなんか信じてるよ、あやかせ、みたいなこと言ってる G もおるわ、ほんま。G かどうか知らんけどよ。まあ、そういうあやってこもおんねん。それはそうねな。何が極悪人かまだ言ってないよね。本当ですよ。ほんま、弟子に。まだ弟子聞いてない。弟子にどう、何が極悪人かを説明しないとダメですね。はい。ほんでね、この、債権者集会のみんなの注目ポイントは、うん、消えた 1.6 億円ですよ。はい。まあ、それはなんとなく聞いたことあるろ。うん。で、3.3 億円ぐらい入ってきたんや。全部で綾方が当主になってからな、政党助成金が。で、そのうちの半分は、もう、関西人が抑えてんのよ。りそな銀行に入ってる分。それはもう、抑えられたんよ。で、あと 1.6 億円、どこ行ったんっていうことになって、それが注目ポイントやったのね。うん、で、それは結局、武蔵野銀行っていうところにあったんやて。うん。うん、で、1.6 億円残ってるはずやん。まあそらなんか従前ビルっていう高いビルに入ってやるしても別に入らんでええのにな、うん、なんかその辺のな、なんかバーチャルオフィスとかでええのにな、バーチャルオフィスやったら500円でええのにな、俺もバーチャルオフィス借りようかなとか思ってんだけどさ、もうバーチャルオフィス500円でよくない？だって国会議員いいのに、そんな従前ビルっていう高いビル借りてどないすんのっていう感じで、まあそれはまあ一応例えばさ、家賃とかに使ってんのは高い家賃使いすぎっていうのはあんだけど、じゃあまあそういうの使ってるにせよさ、うん、そ必要経費は使ってるにせよ、 1.6 億円のうち、うん、いくら残ってたでしょうか。必要経費を抜いて、うん、1.6 億円だから、うん、5000万おいいとこ行ってしまうやけ、正解は4000万です。うそ、1億2000万使っちゃいました。もうない。え1億2000万がない。え、まあ、1億1800万らしいけどね、まあ、1億2000万って言おうかめんどくさいから、うん、もうない。なんで使い込んだからだよ。え、まあ、それまっとうに使った分もそれ家賃とかなまっとうに使った分もあるんやろうけど、はい、明らかにおかしい金もあんねんか、はい、例えば4150万円がなんでか綾方パパの会社に入っていたり、なんで、そう思うやろ。え、弟子も分かんない、ね、師匠そのお金、弟子アホだから確認です、そのお金って、うん、党のお金じゃないの。そうやで、党のお金はどうして、だって党、なんでパパのところに行くの。
わからへん。パパ議員なの？いや議員じゃ、ただの不動産屋のおっさんやで。なんでパパ？いやパパんとこ入れといたら見つからへんと思ったんかな。とりあえず4000万避難させたつもりなんかな。うん、それとな、もう一個大きなところでな、あるんや。な、大津彩花講演会というのがありましてね。ファンクラブ？知らんけど。いわゆる俺ら的な感じで言うと、うん、最大の支持母体である、あやてこれんかなって思ってんねんけどな、これが。あって、これこそあやてこれんやんけって。俺は思ったんやけど、大津彩花講演会、はい、はまあ、かっこあやてこれんにしとこわ。あやてこれんに2000万いってね、うん、え、やろ、うん、普通さ、講演会、例えばな、相撲取りとかさ、うん、講演会とかつくやんか、いわゆる谷町とか言ってな、うんうんうん、そうやって支援するおっさんとかがまあ集まってさ、うんうんうん、俺は例えば照ノ富士やったら照ノ富士を応援しますってお金とかガンガンさ、うん、なんか例えばめっちゃ高い店連れて行って酒飲ましたりしておごるみたいなさ、まあお金も援助するしさ、うん、そういうのが講演会やけ、うんうん、だから講演、例えば誰々講演会とか言ったら、その誰々に言ったらお金とか、まあ、ご飯おごったりの援助をするためのさ、その講演会がお金を使うわけやん、うん、その人のために、うん、なんで講演会に金がいくんだ、なんで、わかりません。なんであやてこれんに2000万いくねん、なんやねん、どういうことやねん、それなんかなあ、ポイントカードとかの印刷とかに使ったんか。高すぎやろ、ポイントカード作るだけで何人あやてこれんがいるのか知らんけどよ、うん、もう100人やとしてさ、20万もかかんのけ、1枚ポイントカード、なんかプラチナ製のポイントカードかなんかな、プラチナでできたりしてんのかな、なんかもうこのプラチナでできてるからうちのポイントカードは錆びないんですとか、なんかそんな感じ、知らんけどよ、なんでそっちに金が流れてんねん、逆やろ普通、講演会なんやから講演しろよ、講演されてどうすんねん、大津彩花に講演されてどうすんねん、大津彩花っていうか党によ、民族党に講演されてどうすんねんっていう、うん、そういうお金とか、あと、まあ、まあ一応使い道分かってんのもあんねんけど、まあ、それが待っておうかどうか置いといてな、で670万円何に使ったか分からないお金があるらしいです。なんかどうやらいわゆる台湾旅行に使ったんじゃないかと思われる670円のお金とかがあるらしいです。あ、うん、夢にはもうびっくりやろ、びっくり、領収書出せや、やほんま、ゆめにゃんの領収書出せやが、もうか、もうかわいいもんやで、本当に。こうなったら。っていうですね。っていう、マジの極悪人だったという。はい。まあ、これは、ちょっと、まあ、詐欺破産罪っていう、ね、犯罪に当たるんではないかっていう、疑いが濃厚なので、ちょっと、あやかたん、今頃、おしっこびしょびしょちゃうか、おしっこでパンツびしょびしょちゃうかとか言ったらセクハラなのか、うん、巻き来ちゃうかパンツ、今頃おしっこでもうちびりまくってんちゃうか、俺の尿漏れパッド貸したろか、あでも女の人があるか、そういうセクハラになりかけてるのでこの辺にしたいと思います。わかりましたか弟子、はい、極悪っぷりが、うん、もうこれからさ、だからさ、俺ら的に嬉しいのはさ、うん、割と気軽に極悪人って言えることよね。言いやすくなったよね。うん、それともうこれからのさ、テコのなんか無理くりななんか用語、うん、とかさ、うん、なんかまああるいはもうへこんでるやつもいるやろしさ、黙り込むやつもいるやろし、もうアクロバティック用語するやつとかさ、なアルバトロスマリリンみたいにさ、そんなやつをいっぱい見れるか思うと嬉しくて嬉しくてしょうがないです。弟子はどうですか、師匠が楽しそうで何よりです。以上です。はーい。